さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。はい、さあ今日のラインナップはこの3本です。さあまずは宮崎初カツオフェア2014上り渡し式の模様。はい、はい、続いて平成26年度の新入学児童に黄色いワッペンが贈呈されましたよ。はい、はい、そしてもう一つ埼玉花祭りの模様をお伝えします。はい、それではまずはカツオです。宮崎市中央卸売市場で3月25日から始まった宮崎初カツオフェアに伴いオープニングイベントの上り渡し式が行われました。式で宮崎県魚市場連合会から仲卸業者へ手渡されたこの上り旗、期間中宮崎初カツオを提供するおよそ270店舗に掲げられ、県民や観光客と宮崎初カツオをつなぐ目印として活躍する予定です。桜の咲くこの卒業とか就職とかそういった時に宴会にカツオを使っていただく、それもとっても美味しいと。そして5月の連休をまた県外の皆様にも来ていただいてですね、たくさんカツオを食べていただきたいと、こういうふうに思っております。この宮崎が消費日本一と、近海カツオ日本一だけじゃなくて消費もカツオは日本一と、このようにですねお伝えできるように、そして皆さんの力でですね日本一になりたい、そういうふうな意気込みでございます。その後行われた試食会では、関係者らが張りのある鮮やかな刺身とカツオの皮を炙った焼き切りを頬張りました。非常に美味しいです。今一番脂が乗ってますし、皆さんカツオを食べるようにお願いします。感想はうまいの一言、うまい、皆さん食べてください、うまい。この宮崎初カツオフェアは5月11日まで行われます。近海カツオ一本釣り日本一を誇る宮崎の海の幸、この期間に楽しんでみてはいかがですか。宮崎市役所で黄色いワッペンの贈呈式が行われました。これは毎年この時期に行われているもので、今年で50年目を迎えます。黄色いワッペンには1年間の交通事故傷害保険がついており、明治安田生命宮崎支社など4社が交通事故防止の願いを込めて贈呈しています。今年は関係者のほか、市内の幼稚園や保育所から小学校入学を控える児童の代表8人が出席しました。式では目録の贈呈や戸敷忠志宮崎市長の挨拶に続き、関係者から子どもたちへ黄色いワッペンが贈られました。左肩にワッペンをつけた子どもたちは元気いっぱいに誇らしげな表情を見せていましたよ。いいお顔してますね。もらえて嬉しかったです。友達いっぱい作りたいです。交通量のちょっと多いところを通るので、お友達とこう押したりとかしないように仲良く登下校してほしいなと思います。楽しかった。勉強いっぱいできる。よかった。友達をたくさん作って楽しい小学校生活を送ってくれたらいいなと思います。もうそれだけで。黄色いワッペンは4月の入学式に間に合うように、およそ3900枚が宮崎市内の小学校へ配布されます。子どもたちが楽しい学校生活を送れるように、私たちも交通安全に努めたいですね。県内でも有数の桜の名所、西都原古墳群で毎年恒例の西都花祭りが開かれています。西都原古墳群は古墳群を背景にピンク色の桜と一面に広がる黄色い菜の花が同じ時期に見ごろを迎えます。その2色が織りなす色彩は西都原ならではの景観です。30万本の菜の花と2000本の桜があるわけなんですけれども、やっぱそういうものを全国の人たちに、まあ、見ていただきたいと、いろんな方々にここに集まっていただいて楽しい思い出にしていただくというのが一番の目的ですね。祭り初日はあいにくの雨となりましたが、訪れた人々はおよそ70店舗並んだ屋台を巡ったり、西都菜の花レディから無料で配布されたソメイヨシノの苗木や春の花ペチュニアの苗を手にお祭りを楽しんでいました。あ、うちに植えます。はい、楽しみです、はい、ありがとうございます。自分のところですよ。食事植えようかと思ってうちに届きました。2本もらいました。2人で
自分に植えたものですよ。愛着ありますわ。ちょうど今が満開ですので、まあ、これから少しずつ花は少なくなっていきますけれども、桜吹雪もありますし、まあ、あと1週間は楽しめるかなと思ってます。埼玉花まつりは4月6日日曜日まで開催されます。この季節だから見られる花の数々をぜひ会場でご覧ください。はい、3本お送りしました。まずは初カツオ。カツオですよ、ね、これが宮崎初カツオフェア自体は今年で9回目らしいんですよ。でこれが19年連続で近海カツオ一本釣りの漁獲量が日本一更新中。そうなんだよね、すごいですよ。高知とかはほらカツオが有名ですが、宮崎もね、すごいですよ。実はもうこの自慢していいんですよね。いいですよ、いただいてる情報もすごいです。年間2万トンを超える漁獲量を誇る、取材した日は48トンのカツオが出荷されたって、もうわけわかんないです。そんな言われたって、ね、でもいただきました、やっぱうまい。美味しいですね。脂乗ってうまい。僕はまだ今年ちょっと食べれてないんで、ぜひとも食べたいですね。ね、あの、ある美味しさって、ハリって魚に新鮮な証拠ですよね。ぜひね、またお店に皆さん足を運びください。さあ、2本目。さあ、2本目ですね。もういろいろ新入学時に黄色いワッペンということですね。まあ、この時期、ワッペンもですけど、あの、大きなランドセルを背負ってる子どもたち見るとね、ちょっとほっこりしますよね。可愛いなと思って。いや、1年間使うじゃん。もうやっぱボロボロになるのよ、毎日付け替えるから。でもそれでね、保険もついてると、やっぱ守られてるわけですよ。そうですね。みんな1年生ってすぐ分かるからね、あれがあるのね。あと目立つ色がいいですもんね。ランドセルって種類増えましたよね、僕らの時より。色がいっぱいありますよ。赤と黒だけですよね。昔はそうでしたね。今水色とかもあります。いろんな色ありますね。茶色とかね。さあ、3本目。はい、桜ですよ。ねえ、埼玉県の丸の。いや、行きました、お花見。ねえ、行きました、行きました。僕まだ行ってないんですよ、お花見。ゆったりとは腰据えてないんですけど、いろいろ歩いたり。サイドバルもやっぱ菜の花と桜のあのコントラストがまたいいじゃないですか。おっしゃってましたけど、あれ土曜日の映像ですから、本当今から散る頃がやっぱ綺麗なんだって。桜吹雪、桜が散る中。初日雨だったということですが、その雨に濡れた桜もいいんじゃないですか。風情がありますよ。ぜひサイトにも足を運びください。以上、わが町レポートのコーナーでした。 CM の後は月曜音楽館です。まあ、結局のところ桜見ながらカツオ食いてえなって感じですね。最高です。